会津若松市で楽器販売や音楽スタジオのレンタルを行うこちらのお店。店内には数多くのウクレレが。なんでこのウクレレが近年ブームになっているんですか？そうですね、まずこのサイズ感と、あとは、非常に軽い楽器っていうのと、あと一番の魅力はやっぱりその音色が、癒しの音色というか、優しい音がする楽器なので、はい、あとはそうですね、どなたでも簡単にすぐにでも弾ける楽器ですので、ハワイアンミュージックの象徴として世界的に知られている楽器ウクレレ。ギターよりも小さく軽いため楽に持ち運びできるのが特徴です。さらに弦の数がギターよりも2本少ない4本のため、性別や年代を問わずに始めやすいといいます。ウクレレを扱う大手楽器メーカーでは前年の 1.4 倍の販売数という人気ぶり。こちらのお店でも去年の秋冬は特に購入者が増え、毎週のように売れる時期もあるそうです。店長の平出さんもウクレレの魅力に引き込まれた一人。5年前からウクレレを始め、ホオカニというユニットで世界大会でベスト5に選ばれるウクレレのスペシャリストなんです。おー、こんなにすごい人が福島県に。そうなんです。そうですね。ということで、はい、私、今日ウクレレを初めて挑戦してみたいんですけど、はいはい、どれを使ったらいいですかね？そうですね、サイズ感的にはおそらくソプラノかなっていうふうに思います。こちら、そうですね、はい、ハワイアンコア材を使った、こちらコアロハっていうハワイのブランドなんですけども、はい、こちらを今日は試奏がてらぜひお試しいただければと思います。できたかな？はい、大丈夫です、ね、大丈夫です。頑張ります、はい、4サイズあるウクレレの中から一番小さく可愛らしい音色が特徴のソプラノをチョイス。ウクレレの持ち方や簡単なコードを教えてもらい、練習すること30分。意外と上手。え、でもこれ先生の音じゃなくて？いや、私の音もしっかり入っております。佐藤さんですよね。そうです。こちらのお店ではですね、購入した方に30分の無料レッスンがついているということで、初心者の人も安心して始められます。ぜひこういう、ね、ステイホームとか自粛期間で、ね、心が沈みがちかもしれないですけども、きっと明るくしてくれる楽器ですので、ぜひ楽しんでいただければと思います。